はい、どうも私でございます。本日はサンデージャポンの、感想解説、格言名言考察をしたいかなと思います。まあ今回は正直サンデージャポンは、まあ、前回太田さんが謝ってて、まあ、いつもみたいな大暴走はある程度そんな、まあ、V 明けちょろっというぐらいなのかなというふうになって、まあ、瀬戸内寂聴さんが亡くなったりとか細木和子さんが亡くなったりとか、まあ、先週の、太田さんの流れからで今回はちょっとね訃報が多いプラス、ジャニーズウエスト何わ男子ですね、なにわ男子の方が来てたんで、まあ、その人に時間を当てるっていうのがあって、まあ、他の普段より他のニュースに当てるっていう時間少なかったような気がします。まあ、あの新庄ビッグボスのところに話題当てて、で木下文子議員のところに話題当てて、で、まあ、その時来ても語り尽くされてるじゃないですか。新庄選手の話とか木下議員の話とかでも議論され尽くしてる話を、まあ、また薄くこうなぞっていくっていうところぐらいだったんで、あんまり今日のサンデージャポンの見どころっていうのは、まあ、ちょっとあんま少なかったのかなって個人的に思うんですけど、まあ、他のところでもやってますけど、小室圭さんですね、1時間半でトラブル相手と解決したと、あの400万支払いの書類にサインをして、で今日アメリカに渡米してしたって形で、まあ、めちゃめちゃ取材陣が多いけど、なんかまあ一瞬だったじゃないですか。まあ、ちょっと来て、あ、なんか私服で来て、でこう何とかですかって言って声をかけても絶対こうやってかけてくれ、なんか答えてくれないって分かってるじゃないですか。でなんかそれは仕事だから、まあ、言わせてるとかってのはものすごいフラッシュだったですからね、本当に。でなんか本当はああいうのを見てて思うんですけど、なんかこう眞子さんがもう PTSD ってやめてって言ってるの絶対やめないですもんね。でなんかあの腹黒いというかすいません、腹黒いというか、なんか前のめりの記者とかは、前の便の記者とかはあの同じ飛行機乗ってるような人もいるみたいですからね。実際のところもともとエコノミーで撮ってたんですけれども、航空会社の配慮で、ファーストクラスですかね、あビジネスかなすいません、ビジネスクラスに乗り換えたっていうのがあって、まあでもこれでね実際もう問題もあの金銭問題も解決したし、なんで今までそれ解決してなかったのって言ったら、まあ眞子さんが止めてたと。すいません、眞子さんが止めてたし、じゃあその何千万っていうような額あの入のお金っての、なんかその大学に行ったとか、まあ、そういうところってあの税金じゃないですかって言っても1億何千万辞退してるしって言ってたから、だからあんなにこう小室圭さんの話で、散々あのウェアでしょって揉めたじゃないですか、徹底的にしてとか、あの相手側の方が弁護士じゃなくてジャーナリストの人があの代理弁護士をしてるとか、この4年間ですか、あの議論は何の意味もなかったっていうのがことが結論ですよね。もっと言うと、あの4年間で、小室圭さんよりは眞子さんをね精神的に追い詰めたっていうのがたことですよ、メディアとみんなが。本当気をつけないといけないなっていうふうにはやっぱ感じましたよね。サンジャポでも多分いろいろ取り上げてたような気がしますけど、まあ今までのそのいろんな批判に関しては、まあ、なかったことになったような形で、であっさりと解決したし、まあ、このことはもうね解決あっさりとしたし、でなんでこれって動かなかったのって聞こうとしても、眞子さんがこれはやめてって言ってたっていう形になるんで、まあ、皇族問題になって皇族を叩くっていう話にも別に多分ならないと思うんで、もうこれであの全部解決ですからね。あとはなんか小室さんが2月に試験受けてそれが受かったかどうかっていうのはもうなんか報道しなくていいんじゃないかなと思うんですけど、今後もう需要というか別に良くないですかと思ってますよ。正直小室さんと眞子さんの話に関してはもうこれで完結ですね。今日のドラマでこれ今日のサンジャポのやつで完結っていう風な人になるかなと思います。あとなんか新庄選手と新庄ビッグボスと一緒に暮らしてるっていう人がいて、なんかその人はトライアウトですかね、トライアウト受けた時でなんか一緒に暮らそうという風に言われてて、で朝からわーって大きな声を出すと体起きてすっきりしますよみたいな、なんかでもこれはちょっと実践したいなっていうふうにはちょっと思ってますね。なんかこう起きた時にカーテンを開けてなんか日の光を浴びるっていうのが、まあ、ものすごくいいっていうのは聞いてるんですけど、まあ、それはしますよね。なんか僕も朝起きてあのなんか天気に関わらずカーテンを開けて、で光を浴びて体をの何ですか体内時計を戻すっていうので、まあ、あとはその新庄さん、まあ多分近所迷惑になるから一般家庭じゃできないでしょうけど、まあ大きい声出して出すと体がシャキッとするみたいな感じでしてて、まあ やってきてやおすすめなんでやってみてくださいって言ったけど、まあ基本的に朝からそんな大声出すと近所迷惑やって、まあできないのかなっていうふうに思うんですけど、まあでも実際今日こうあのサンジャポをバーって見てたんですけど、まあ、ワイドなショーでも一緒だったんですけど、
まあ、今回はあんまり取り上げるような話題っていうのはなかったかなと思います。まあなんかこう、まあ多分もう全部決まってるようなことプラス小室さんのことがあっさりと解決しすぎてて、でそれであんまり散々叩いたじゃないですか。叩いて、なのに結局のところゴール地点がこれだっていう風になると、メディアもあんだけ散々叩いてたところ別責任取らないじゃないですか。眞子さんが PTSD、 複雑性 PTSD になったところで、じゃあ取材をやめませんとか自粛しますとかっていうわけでも別なくて、まあ追いかけていくじゃないですか、日本のジャーナリストの人たちとか、お金になるからみたいな。でも実際のところね、だから本当になんか、ああいうのはね、報道陣の人がまあものすごいいてたんですよ。新聞社の人とかテレビ局の人も。で、サンジャポもちょうど10時20分ぐらいに出発するロビーに来るっていうのが分かったから、朝からこう、ま、アナウンサーの人を待機させて、で中継で小室さん来ました来ました入ってきました、誰が見たいのあれを、とすごい不思議なんですよ。で、あれ見て誰も感想も何も言えないじゃないですか。で、解決金もなんか叩いて、これでもし解決金をやってなくて逃げたら、あーダメですねみたいな感じ叩けるけど、全部それもやって筋を通しましただし、で試験落ちたからもうこうやって行って仕事頑張らないといけないですし、でもともとね金銭トラブルで親とのトラブルになってたのが叩いてる理由で、そこがもうなくなったじゃないですか。じゃあ今度小室さんと眞子さんの話ってどうなみたいな、まあいろんな形で記者会見のところで、でこうなんですかね、質問に答えてないようなところってたくさんあったけど、でも結局のところは最後的にはこのね金銭問題のところのところを決着をつけて飛んでいったし、渡米したし、でもともと1億何千万のお金に関しても辞退してるし、であとその司法試験のところも受かってないから、今から結構そんなにねお金がちょっとしんどい生活になるとはいえ、眞子さんが働いたら眞子さんの方が収入が高いですからね、おそらく働いたら。だから小室さんが年収500万600万とかでそれで暮らしして、まあその後でまあ追いかけるんだったらそこの SP だったりとか、まあそういうところのお金が税金から払われてるんですかっていうぐらいなことしかないのかなって思ってるんで、まあでもなんですかね、もう今それこそテレビとかいろんなのでコロナがまあなくなったじゃないですか、まあ、実際ちょっとずつあるような気がしますけど、で GoTo トラベルがするのも、もう1月の中旬ぐらいだと、で10万円配るっていうのもやってますってことになってて、では話題はスポーツかなみたいなとかになってて、今ちょっとね芸能がやっぱ小室さんとコロナにだいぶ頼りすぎてたっていうところがあるん でここから話題を作ってなんかいろいろなところと多様性を作っていくっていうふうになると、まあ、結構こういうサンジャポとかワイドナショーみたいな番組っていうのはちょっときつくなってくるのかなみたいな風に思ってくる気がするんですよ。でもなんかネットで見て分かるようなことをわざわざタレントがテレビで言うのはどうなのかなっていうのはちょっと最近はちょっと思ってきてて、じゃああれを見て政治に興味が出るとかいろんなことで関心があるかって言ったら、結局のところね小室圭さんのところを見たら結局メディアが散々伝えたりとかみんなが散々伝えたけど、結局もうね解決のところはもうこの話は完結しましたからねっていうところで、まあサンジャポもだったですけど、まあちょっと週末の今回のまあ普通の僕はニュース番組の総括は面白かったと思うんです。サンデーモーニングだったりとか日曜討論とかはですけど、やっぱサンジャポとワイドなショーに関してはやっぱちょっとまあ大きく盛り上がるような、わざわざテレビでコメンテーターでいろんな人集めてまあ議論するような話題っていうのはそんなになかったのかなっていう気がしましたね。はい、ということで今回ここで終わります。それでは失礼します。バイバイ。